聖書を最初に開きたいと思います。第一テモテの6章の17節。第一テモテ6章の17節を読みます。第一テモテの6章の17節。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。お祈りします。聖様、今日も守護神がこの場所に満ちておられ、また、既に一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。主よ、この臨在の中で主が私たち一人一人に今必要なことを語ってくださり、この中で私たちに触れてくださるようにお願いいたします。今日も私たちは、あなたに期待します。御霊の真が語ってくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。皆さんこんにちは。こんにちは。そちらの方にはなんか婦人会がですね、婦人会は本当は第3週なんですよ。でも来週は教会の予選があるので、なんか前倒しってことですね。そうなんですね。ということで、なんか楽しみな感じもしますけれども、それでですね、今日読んだ聖書の箇所なんですけれども、ちょっと前から質問、ちょっと私自身は疑問に思ってたことがあるんですね。何かというと、今愛ちゃんに書いてもらってるんですけども、読みますね。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて、その後です。楽しませてくださる神に望みを置くようにっていうんで、なんだろう、これなぜ楽しませるっていうのが出てくるのかなってずっとこう聖書を読んでる時に、いや、全てのものを豊かに与えてくださる神に望みを置くようにって言うんだったら、他の聖書の箇所と、あれなんですけど、楽しませてくださると。なぜ楽しませてくださるって言葉が入るのかなってずっと思ってたんですね。そしたら最近、秋元牧師は、私たちを信じている神様は私たちを愛してくださるだけじゃなくて、楽しませてくださるとか、そういう話をね、具体的にどういう話かっていう、こう説明。神様は、必要があったら私たちの必要を全てご存知で、でそれを満たしてくださる方なんですね。だから今皆さんの中で、あ、ちょっと足りないなとかね、いや足りないってのは頭が足りないとか、そういう意味じゃなくてですね、なんか必要があって足りないなとかね、そういう人はね、チャンスなんですね。で、聖書を読んでると奇跡は起きてるんですけども、奇跡はどういった時に起きてるかっていうと、足りないっていうかね、何かが不足してどうしようもないっていう時にね、例えばヨハネの福音書にカナの婚礼の話あるんですね。で、この婚礼の時にブドウ酒がなくなったわけですね。で、イエス様の母であるマリアがね、イエス様にブドウ酒がありませんって言ったんで、ブドウ酒がなかったところでイエス様は何をしたか、ユト君知ってる？ブドウ酒がないカナの婚礼で、イエス様はその時に何をしたか知ってる？ブドウ酒がない。どうやってイエス様は奇跡を表したか知ってる？祈ってね、それはそうだね。そう、水を何に変えたの？え、水を何に変えたと思う？水をね、ブドウ酒に変えたって奇跡を表したんですね。ではその前に何があったかっていうと、ブドウ酒がないっていうことが許されたわけです。だから皆さんの中で今、ああ自分は何か足りないなとか、これが不足してるなっていう人はですね、ゆうとくん言ったように祈ってください、神様。その時に水がブドウ酒に変わる奇跡が起きてるんですよ。で、大体何か足りないんですね。それで例えば出エジプトの時にエジプト軍に追い詰められたイスラエルの人たちはもう逃げ道がなくなったわけです。で、あ、もうここで死ぬのかって言って、前は後悔で後ろからエジプト軍が追ってきて殺そうとしてるわけですね。で、それで何が起きたのかっていうと、後悔の奇跡っていうことで、道がないところに道をね、こう開いたんですね。私はエジプトに住んでたんですね。で、まだクリスチャンでない時ですね、一応後悔の奇跡っていうのは知ってたから、
あそこら辺かなって言ってみたんですけど、結局どこだどこか結局分かんなかったんですけど、であれは完全に道がなかった、道がないところにどうなのかっていうと強い風が吹いてきて、でどうなのかっていうと航海が2つに分かれて陸地ができて、その中を200万人と言われてるそのエジプトに住んでたユダヤ人の人がこう全部脱出したんですね。だから本当にね、何か足りないとか何もできないとかそういったっていうのは何かっていうと、神様がそこで技や奇跡を表すね、直前にあるんですね。だからぜひね、皆さんなんか、ああ自分はこれやらないとか足りないとか落ち込まないでください。神様が奇跡を表すね、時なんです。で今年はね、秋元牧師も礼拝でおられてますけども、奇跡が起きるっていう御言葉が与えたんですね。マルコの福音書の11章の22節から24節なんですけど、あれは何かっていうと山があるんですね。で山に向かって海に入れって言ったらですね、山が動いて海に入った、そんなありえないことなんですけども、でもね、そのことを言って奇跡が起きる、今年は奇跡が起きる年なんです。だから皆さんね、今年は私の人生の中に、私の生活の中に、私の家庭において、私の職場において、教会においても奇跡が起きるってことをね、ぜひね毎日ね告白していただきたいと思います。特に、ただ信じてるだけじゃなくて口に出してってことをね、神様に言われてるので、ちょっとやってみましょうか。ですね、まず、私の人生に奇跡が起きます。言いますね、せーの。私の人生に奇跡が起きます。私の生活に奇跡が起きます。私の生活に奇跡が起きます。私の家庭に奇跡が起きます。私の家庭に奇跡が起きます。で、私の家族に奇跡が起きます。私の家族に奇跡が起きます。私の職場に奇跡が起きます。私の職場に奇跡が起きます。私の奉仕に奇跡が起きます。私の奉仕に奇跡が起きます。何しましょうね、私の学校にも奇跡が起きます。私の学校にも奇跡が起きます。神様感謝したいと思います。でも私思うんですけど、1年間これをやり続けたらきっと今年はすごいね、奇跡に次ぐ奇跡になると思うんです。だから、信仰っていうことを神様は教えてくださってるんですけども、用いる時に神様が技をなす、で口で告白する時に技が起きるってね。だって聖書の中にね、光をあれって言葉があって光ができたって書いてますよね。だからまたあなたの信じた通りになれって言ったでしょ、イエスさん。そしたら本当にその技が起き、癒しが起きてるわけなんです。ですからぜひですね、ぜひ告白していただきたいと思います。それで今日のところは何を言ってるのかっていうと、私たちは何に望みを置いたらいいのかっていうことですね。で私たちは何に望みっていうかね、望み、何に望みを置くべきなのか、ホープって言ってるんですけども、私たちが毎日の生活の中でいろんなことがあると思うんですけど、でも聖書が言ってるのは、結論から言うと神に望みを置くように、いいですか。人に期待するとですね、いい人であっても、ね、失敗することもあるし、できないこともあります。親になって分かってきたのは、ね、例えば子供だけに何かしてあげたいと思ってもできないことが山ほどあるんですね。悪気はなくて、いや何かしてあげたいなと思ってもできない、たくさんあります。だけど私たちが望みをね、人とかあるいはもっとね、今後の聖書の書き方だと頼りにならない富とかそういったものに望みを置いてたらがっかりしたりすることはあります。だけれども聖書が言ってるのは、私たちが望みを置くべきところはどこかっていうと、神様ご自身、イエス様ご自身なんだってことです。でその時にどうなのかっていうと、私たちのこう希望をしたことは失望に終わることはない、最善がなさで最高を見ていくことができるんですね。でその中でね、この言葉ってすごいなって思うんですね。神様はどういう方かっていうと、
で、私たちに全てのものを豊かに与えてくださるっていうのは、まあ、他の聖書の箇所でも出てますから、皆さんはそういうことを思ったりすることあると思う。だけど、こう書いてるんですね。楽しませてくださる。こう書いてるんですね。だから、皆さん、どうしたら何が楽しいですかね。何が楽しい、楽しいことをちょっと思ってください。例えばモンブランのケーキがこうやってて、まあまあ何でもいいんですけれども、まあなんかこうね、ああこうやったら楽しいなとかね、嬉しいなとかあるじゃないですか。神様は皆さんが何を本当に喜ぶかっていうのは一番ご存知でね、楽しませてくださるんです。いいですか、皆さんも、あなたを楽しませてくださるんです。私たちの信じる神様は、こうなんか定規があってね、こうやってこう測って、10.5 センチとか言ってこういう、こういうような神様じゃなくて、皆さんが楽しむことを一番ご存知で、皆さんの人生を、皆さんの生活を、皆さんの家庭を、皆さんを楽しませてくださる方っていうことをね、覚えてください。ちょっとなんかイメージがこう変わってくるでしょ。イエス様っていうのは皆さん楽しませてくださるんですよ。本当にあなたが望んでること、本当にこれがあなたが一番エンジョイすることがを分かっていて、それを与えてくださるんです。惜しみなく、皆さんを愛して、皆さんに最善を出してくださるんですね。それを与えてくださる方なんだってことですね。だから皆さんね、イエス様っていうのは皆さんを楽しませてください。必要を、はい、じゃあ私の必要は、例えば、10.5 センチとか、なんか例えばそしたら、はい 10.5 センチねって入ってて、そういう神様じゃなくて楽しませてくださるんです。私たちに必要を全て与えてくださるだけじゃなくて、楽しませてください。皆さんの人生を、皆さんの生活を、皆さん自身をですね、イエス様を信じて本当に良かったっていう思いを与え、本当にイエス様が楽しませてくださる方なんだって。詩編の23編もね、本当はね、ダビデは大変なところを通ってたわけなんですけども、死の影の谷っていうかね、書いてますけれども、でもその中においてもイエス様はダビデを楽しませていたわけなんですね。ぜひね、このイエス様っていう方は私たちを楽しませてくださる、その神様に私たちは望みを置くように。で、だから人にこう期待してたらね、がっかりすることはあると思います。悪気はなくてもできないことは山ほどあると思うんです。だけれども神ご自身に、イエス様ご自身に望みを置いて希望を持って歩んでいくときは、絶対に失望することはないと聖書に書いています。だから失望することはないだけでなく、プラスアルファでね、楽しませてください。で、だからもう期待したらいいと思うんですね。どんな形でイエス様は私を、私の生活を、私の人生をこれから楽しませてくださるのかっていうのをね、ぜひね、ちょっとこう思い浮かべてください。で、きっとですね、それをはるかに超えた形でね、皆さんの人生をね、ね、喜びでいっぱいの人生を、導いてくださるということを覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する様は、本当にイエス様が全てのものを私たちに惜しみなく与えてくださる方だけでなく、聖書には私たちを楽しませてくださるとも書いています。主よ、どうぞ私たちのこれからの歩みにおいて、私たちの人生において、生活の中において、家庭において、また奉仕や働きの中においても、主が本当に最善を備え、また私たちを楽しませてくださることをありがとうございます。さらにその中で深く私たちがイエス様を体験していくことができるように、またイエス様の素晴らしさを体験していくことができるように、助け導いてください。イエス様の名前によってなります。アメン。それではどうぞお立ちになってください。ハレルヤを賛美したいと思います。Hallelujah.
イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、聖優しき御交わりが私たち一人一人と共に、また教会に集われた一同と共に、今の地元越えまでも豊かにあふれるばかりありますように。どうぞお座りになってください。それではエちゃんの方から連絡いこうか。あります。